キャッチクエスチョンズアカデミーのアプリ作る社長です。本日はですね、 iPhone アプリを作るなら世界を狙うべきというようなところでお話の方をさせていただきたいと思います。今回もですね、 iPhone アプリに関するお話となります。私の番組の方はですね、自作アプリを世界で売るための戦略というようなところでビジネスに関するお話などをさせていただいております。主に YouTube で配信させていただいておりまして、 YouTube の方はですね、 iPhone アプリの作り方、ラズベリーパイによるリモートサーバーの構築方法、仮想通貨のマイニングなど、ちょっと専門的なお話などもさせていただいております。こういったお話がお好みというような方いらっしゃいましたら、 YouTube の説明欄の方ですね、そちらに番組リスト別に URL 貼ってありますんでね、こちらからもぜひよろしくお願いいたします。キャッチクエスチョンズまたはアプリ作る社長で検索していただくと出てくるかと思います。では、本題のiPhone アプリ作るなら世界を狙うべきというようなところでのお話なんですが、まあ、私のこちらの番組はですね、 iOS アプリの開発者の方とかが結構聞いてくださったりもしておりまして、視聴者の数自体は少ないんですけどね、ただ聞いてくださる方のほとんどがですね、アプリ開発経験とかそういったものとかあったりする方なので、結構専門的な方が多いっていうのも事実なんですよね。たまにね、相談とか受けたりするようなところがあるんですけど、その話聞いてみると、そのエンジニアの知識がまあ、ものすごくあるような方だったりとかするようなところもあったりして、私よりね、知識あるんじゃないかみたいな、そんなような感じで思う時もありますね。はい、その中の一つでまたちょっと覚えてる質問は、いきなりその開発環境のアーキテクチャは何にしてますかみたいな、そんなような感じの質問が来ましてね。まあそうなんですよ、いきなりこうディープな質問、投げかけてくださる方とかも結構いらっしゃったりするんですけど、まあうっかりね、X コードですみたいな、そんなような単純な答えで返しそうになったんですけど、よくよくね、こう考えてみたら、そのアーキテクチャってね、そんな次元の話じゃないんですよね。はい、もっと深い部分の話になってきたりするようなところがあって、まあここはですね、私も Google 先生にこっそり教えてもらいながら答えてみたいな、そんなような思いでもあるんですけど、まあ、とにかくね、私の視聴者の方はその専門的な方が結構多いんで、それに、関してはですね、多分ね、私のフォロワーの方とかね、エンジニアの経験結構ある方多いんでね、なので、私の番組を、どちらかというとプログラミングの知識以外としてこのマーケティングな視点でもうなんか聞いてくださってたりもするのかなみたいな、そんなようなところもあり、私の番組の好みもね、番組リスト別にいろいろ分けといた方がいいかなというようなところがあって、冒頭でね、そんなわけがあっていろいろ番組リストにこう分けて、YouTube の説明欄の方にこう貼ってるみたいな、そんなような背景もあるんですけどね。はい、で、こちらの番組の方はですね、少しこうマーケティング的なお話にもなってくるんで、それが本題にもこうなってくるわけなんですけど、アプリとかをね、世界で売るための戦略としてはですね、プログラミングとかね、開発の経験とかがものすごいその知識とかあったとしてもですね、結構損しちゃってるなっていうような方多かったりするところもあるんですね。はい、相談を受けた中にですね、結構な知識があるのに売り方でちょっと損してるなみたいな、そんなようなところがあって、だからこそこういうような番組をこう立ち上げたっていうような背景もあるんですが、その方とかね、ものすごい機能を持つね、もう紙アプリ的なものをこう作ってるような方とかね、中にもいらっしゃったりして、でただですね、やっぱ特にね、損してるなっていうような、方の多いとしての、特徴的なこととしてはですね、そのマーケットをですね、日本しか設定してないようなアプリがね、結構多かったりするんですよ。これね、ぜひこの、この番組を通じてこう伝えたいことでもあるところでもあるんですが、そのローカライズの設定を日本だけにしちゃっていて、でここが結構大事ですね、日本じゃなく英語にこう設定して、基本英語圏で売るっていうような路線でいくと、だいぶ売り上げ変わるんですよね。この点はですね、よくやっちゃったりしてる方は多いんでね、こう注意していただければというようなとこもあるんですが、とにかくね、アプリ以外でも、例えばね、SNS とかもそうですよね、 YouTube にしろ Twitter にしろ、英語圏
をターゲットにするとですね、まあ、フォロワーの数とかそういったのももう桁違いになってるんですよね。私あの結構あの YouTube とかであのソロキャンプ系のね動画とか結構好きで見てたりするようなところがあるんですけど、あのソロキャンプで言うとですね、それ日米でチャンネル登録者数比較するともう2桁ぐらい違ってきますね。山の中でねひたすら黙々となんか薪割ったりとか火つけたりテント張ったりとかしてるだけの喋、らずにしてるような動画なんですけど、ターゲットを英語にするだけでも全然違うんですよね。はい、まあこういうのもあの一つの例だと思うんですけど、あの SNS の世界でもねこんだけこう数が変わってくんで、この iPhone アプリもですね、こう狙うターゲットをですね日本だけじゃなくて世界を舞台にするとですね一気にパイが広がるわけなんですね。だからこうぜひねあのまあ、日本人向けのアプリこう作ってたっていうような方いたらですね、ローカライズの設定をですね英語にして、で基本英語ですよね、基本日本語じゃなくて英語圏でアプリを売るっていう、まあ、デフォルトを英語にするっていうようなところですよね。まあ、ここが結構大事だったりします。私もですね過去にあの日本人向けのアプリこう作ってたんですけど、デフォルトを英語にすること でですね売上10倍ぐらい変わりましたんでね。はい、まあ、ちなみにあの私 の、 あのアプリはですね最近あの韓国でねなんか受けてるのか分かんないですけどダウンロードが多いんですよね。うん、まあ、海を越えてね、韓国の通貨ウォンが飛んでくるようなそんなような感じですね今ね。はい、まあ、そうなんですよ、あの寝てる間にも、海外で韓国の方がなんかアプリ自分のアプリでね課金してくれたりしてるようなところもあるんでね、まあ、そういうところですよね。まあ、ちなみに今週はですね韓国以外もあのフランスとかインドの方とかもね結構課金してくれるようなところありましたね。はい、まあ、やはりね世界を舞台にするとそんだけ、ね、可能性が変わってくるんですよね。だからぜひねまあ、ターゲット円だけしかしてないっていうような日本円しかしてないっていうような方はねもっとね世界の通貨を狙いに行くぐらいのね勢いでねやっていただけたらなというようなとこもあります。まあね日本でねなんかこういったネットビジネスをこうやるっていうんだったらアフィリエイトとかねセドリとかそういうレベルとは違うんですよね。このアプリ開発ってのはアフィリエイトとかセドリとかだったらターゲット日本語圏しかこうできないと思うんですけど、 iPhone アプリとかねアプリ開発アプリを商材にしてるっていうんだったら世界狙えるんですよね。海を越えて世界で売れるんですね。まあ、だからこの点をねよくこう参考にしていただければと思いますんでね、やはりね、世界で外貨を稼ぐエンジニア、まあそういうような方がですねもうどんどんこう日本から出てってもらえたらなというような、そんなようなとこもあり、まあ、本番組をこう運営してるみたいなそんなようなとこもあるんでね、まあ、一つちょっと参考にしていただければと思います。では、いつもと最後に同じ言葉で締めさせていただきたいと思います。 IT エンジニアに栄光あれ。